民主主義サミットの開催に中国側は反発を強めています。北京から中継です。はい、こちら今朝の新聞です。タイトルですね、民主主義サミット疑問の声が上がる中で開催、そしてアメリカがわざとですね分断を作り出した、こういったですね批判が早速展開をされています。中国政府今度サミットに向けてですね、中国にも独自の民主主義があるんだ、こういったですね主張を繰り返してきました。すぐそばを走る幹線道路のそばにもですね、中国共産党が掲げる重要な価値観、これをまとめたモニュメントが設置してあります。その上から2番目には民主という文字もですね書かれています。こういったアピールですね、街の至るところで見ることができます。そして中国政府は先週、中国の民主と題した白書も発表しました。この中では民主主義の形は一つではなく、中国は独自の民主主義を実践してきたとして、今の体制が多くの国民の支持を得ているといった主張が展開されています。中国政府としては今回のサミットを通して中国批判が高まり、開幕まで2ヶ月を切った北京オリンピックに影響することも懸念しています。